前回のあらすじ、闇の迷宮をさまようマリオたち、ピーチにはいつ出会うことができるのでしょうか。ということで、本日もペーパーマリオ RPG やっていこうと思います。私はここだと思ってんだけど。ここぐらいしかなくない?これ壊れる?もしかして壊れる?壊れない。でもなんか壊れてもおかしくないぐらいの、この中投げ込むとか。お?おー!正解だよ!待って、他はない?これ一個だけだっけ?もう一個ぐらいなかった。いや、ここにもあるな。え、全く行ってなかったじゃん、ここ。裏側はそっか、そういうことか。え、全然無視して行っちゃった。これなんだ?あ、いた!わあ、開いた。これだったんだ。何にも気にせず通過してた。待って、こっち側は?こっち側もなんかあるじゃんだって。これも絶対なんかしなきゃダメっしょ。そう。お?開いた。渡れるじゃん。ちょっとごめん。なんか自分で言ってちょっとってなった。こっちに行けるんだ。どこ?あ、ここか。ここで、船になって、船じゃないわ、ごめん、ボートになって、シューって。はい。からの?からの。おー。宮殿開かないよ。ちょっと待って、どっか開くの?開けるはないな。え、見せかけの扉?あ、かもしれない。ちょっとこれ、チョッシー行った方が早そうか。チョッシー5。目回るぐらい早いわ、チョッシー。2階。開いてない。いや、一応扉やっぱチェックしとかないとさ、開くかもしれないから。チョッシー5。あ!来た。ゴンザレス、あれを見ろよ。え、どういうこと?でっかいな。これは一体なんだ?宇宙じゃんね。お、そしてここじゃんね。どうなるの?おお、言えてる言えてる。あ、なんか、あ、やばそうだ。すごく。あ、大丈夫だった。鍵がいっぱい。え?もしかして今までの扉全部入れ的な感じ?もしかして?光った !8 個もある!やばい!めちゃくちゃ長くなりそう。絶対鍵を取ってこいってやつだよね。わかる。わかります。はい。行きましょう。わかった、わかった。そういうことか。1個ずつクリアして鍵をゲットしてこいってことだ。お前だろ、持ってるの。迷わず攻撃。あ、アクロバットはやるの忘れちゃった。よし。ペッ、てってれん。ペッ、てってれん。タイミング。タイミング測ってる。お前だろ、鍵持ってんの。お前じゃないんかい。天の断りを知り、倒さるるは弱き者より。倒さるるは弱き者より。弱いやつから倒せってこと?ちょっと待って、もう一回戻るわ。誰よ、弱いの。倒さるるは弱き者より。さるるるる。もう、見た目これだよね、弱いの。これじゃないの ?2 回だもんね。やっぱこれが一番弱いよね、多分。あ、わかんない、これの順番。こっちかな。倒しちゃった。一撃、いや違う、これが一番良かったわ。待って。あいつが一番弱かった、間違いなく。一撃で倒せるんだから、絶対あれが一番弱いから。奥。
黒と赤どっちが強いんだろう。これから、これからだって。これ、ちょっと、一体ずつ来て、一体ずつ。落ち着いて。これ、二番目はこれだと思う。赤が一番最後だよね、多分。見た目で強いのが赤が一番最後かなって思ったんだけど、どうだろう。わかんない。赤さらに強い？そんなことある？これ最後？弱っ！待って、弱かったんかい。やめろやめろやめろ。お前が先だ。で、次が赤で、次が赤で、白で、黒か。そんな弱いやつなんて覚えてないよ。誰が弱いかなんて、強い弱いじゃないでしょって。こんなアクロバットでさ、星を貯めれるなんてさ、今更知ったじゃん。絶対もっと楽に星集まってたよね、私。すごい今更。どう？さすがにこれはもう正解でしょ。よし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 。やっと来た。おお、そこからは出てこないんかい。よし、塔の鍵1個。なかなかラストステージが長いですね。はい。これは何？今度これは壊れたわ、簡単に。違うわ。ちゃんと読むわ。4つの石、双子の部屋、一つは二つ、二つは一つ。はい？意味が全くわかんない。一個壊せば壊れんじゃない？多分。たださ、でもこれ壊したのになんで、なんで、わかんない。一回出てもだってさ、戻れないんだよね。リセットはされないんだ。ダメだ、ここわからん。後回しにします。マジでわかんない。どういうこと？技全部使ったと思うんだけどな。謎解き得意のつもりだったけど、全然わかんない。天より落ちる星の輝き。恥ずかしがり屋は姿を隠す。もう簡単。これは簡単じゃん。取った。よしよしよし、ここは簡単。じゃああれも簡単なのかな。なんだ、技を持って星の断りを知り、まっすぐ進め、まっすぐ進め、立ちふさがるものを壊して進め、立ちふさがるものを壊して進め、壊れる。おお、だよね。あった。待って、マジでわかんない。あそこ何やれ、何技を持ってって。だって技やってんじゃん。ダメだ、ここだけわかんないや。ちょっと後回し。これなんか、なんでこれ全然わかんない。なぜかここだけマジでわかんない。まあ他の部屋まだいっぱいあるんで、他の部屋からサクサク行こう。サクサク行けるかわかんないけど。目に見えるが全てではない、触ってみれば抜けられるる、星の力が宿りし石を。お、抜けた。たまたまだけど、一瞬で抜けたけど。どっか抜けれるんだろうなって思って、たまたま当たった位置一発抜けてきました。やったね。違うのかな、ここ全部抜けれるんじゃない、単純に壁全部抜けれるんだ。そういうことか。なんであの双子の石だけやたら難しいんだけど、どういうこと？他にも部屋があんのかな？何これ、広。王位、王偉大なる我らが、目に見えぬも触れられる、そこにあるかな？そこにあるかな？
目に見えないけど触れるの。ここになんかある。ここになんかあるのはわかる。触れられる。触れられはするわ、確かに。あ、オッケー。そういうことか。あー、なるほどね。ありがとう、助かった。あと2つ。やっぱ双子の部屋って部屋が実は2つあるとかじゃないのかな。何これは、読んでからにしよう。奥のもの、奥のもの、奥のもの、手前のもの、手前の奥、奥、奥、3階の手前、2階、奥、奥、奥、手前、手前。なんでめっちゃ簡単なんだけど。待って、なんで双子の部屋だけ私解けない、マジで。難しく考えすぎなのかな。だって技で壊れないんだよ。一番最初の石だけ壊れちゃった、むしろ。ああ、やっぱそうじゃん、やっぱそうじゃん。4つの石、双子の部屋、やっぱそうだ。上と下なんだ。なんだよ、もうサクサク下行けばよかったわ。やっぱ本当にそういうことなんじゃん。要は上と下にあるよっていうことなんじゃん。もう無駄にここに謎があるかと思って考えすぎちゃった。他のがめちゃくちゃ簡単なのにここだけ難しいわけがないのよ。 OKOK で、ここも壊せば下も取れると。 OK、 来た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 、これできたよ、アタック。よーし、ラストの鍵ゲット。マジで難しく考えすぎてた。簡単だったのに。ゲットです、塔の鍵をゲットしました。なんであんなに難しく考えちゃったんだろう。サクッと考えれば分かったじゃんね、本当に。よーし、全部集めたんで鍵をつけていこうと思うよ。これ何でもいいんだよね。何でもいいんだよね、本当に。最後まで謎解きじゃないよね。よし、次で最後。行くよ。鍵開けます。何が起こるんだ？お？天より落ちる星の輝き、天の断りを知り、星の断りを知り、技を持って石に宿す。星の力が宿りし石を、7つ全てを作りしは、大い、偉大なる我らが闇と影の主よ。あ、あの上だけ、あの上だけって何、こんな文章だったの。闇の主。回ってるよ。動き出したぜ。おお、揺れてる揺れてる揺れてる。何事、え、なんだ。おお、動いてる、これもしかして。なんだなんだ、本当に。え、何？おお！地下へ続く階段ができた。やば。今度こそボス？いや、もうなんかメガバってもいないし、何がボス？もうはや。一体何だったんだ？行ってみよう、女子。あそこは何なんだろう、一体。はい、ということでね、宮殿の中の謎を解いて、今、また地下に新たな道ができました。ここを下っていくと一体何が待っているのか、ラストステージは一筋縄ではいかないようです。ラストステージ大変だけど頑張ってって思った方はぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。